鹿本教授です。ホンダのスポーツハイブリッド IDCD ハイブリッドシステムについてフリードハイブリッドで市街地走行をしてレビューしたいと思います。ブレーキ踏んだときすぐに回生ブレーキ立ち上がるんですが、この IDCD は、モーター変速するというところで、基本的にアクセル離したら3速に出願するような制御になっています。でアクセル離してもエンジンかかっているときだと3速にすぐに出願しないんですね。なので、エンジンかかっているときにブレーキ踏むと最初しばらく回生が効かないというような状況になります。そうするとちょっとロスがあるので、できれば EV 走行に切り替えた後に回生ブレーキを、ブレーキを踏んだ方がいいかなというところですね。でもそこまではなかなか難しいので、安全運転大事ですよね。今ちゃっかり1速から3速へのつなぎ替えをしました。緩めの加速だ、すごい緩やかな加速だったので1速から3速に切り替えて EV 走行のまま40キロぐらいまで加速することができました。この辺も渋滞時は結構使うテクニックですね。エンジンかけて充電しています。かなり右足に神経を尖らせていますけど、こうすることで市街地でも THS2 に負けないくらいの燃費を出すことができます。IDCD ハイブリッド、郊外でも運転楽しいですけど市街地もいろいろ考えながら走るっていうのは、私は運転楽しいなと思います。はい、といったところで今回は市街地走行のレビューでした。ご視聴ありがとうございます。